それでは今回は仕事と人生を激変させるインプットの教科書を僕の本について解説したいと思います。この本は4章に分かれてまして、1章がインプットは最短最速で最大効果を狙え、2章が最大効率を叶えるインプット14の方法、3章がインプットにはコツがある、4章が神奈川流ノート術と、全て解説していきたいと思います。まずは第1章です。その前にですね、初めにインプットっていうのは何なのかっていうと、読むとか聞くとか見るっていうことですね。インプットっていうのは新しい知の投入であって、さまざまな方法っていうのがあります。例えば本で学ぶ、テレビ、ラジオ、インターネット、セミナーなど、いろんな学ぶ方法があります。その中で本当にビジネスに必要なこと、自分のスキルアップのため、あと自分に本当に必要なことっていうのは限られています。なのでこの本では最短最小で最大効果を手に入れるインプットの方法っていうのを僕の方でまとめさせていただいてます。まず神奈川流インプット術として、僕の中で基礎にあるのが、IOIF っていう考え方です。この意味ですけど、スモールインプット、アウトプット、インプット、フィードバックの文字を4つを取ったものですね。まず最初のインプットっていうのが最小限のインプットですね。最小限のインプットをして、できるだけ見切り発車で、100あるとしたら 30% とか 50% 学べたら、とりあえずアウトプットしましょうと。話す、書く、行動するに移って、足りないものを集中的にインプットしましょうと。でその後軌道修正ですねしていくっていうのが僕の考え方です。で、この本では、その、大文字のインプットですよね。これを網羅的に解説した本になります。で、インプットっていうと、勉強っていうことと、ほぼニアリイコールだとは思うんですけど、ちゃんとコツがあります。例えば本の場合だったら、本って一番オーソドックスな学び方だと思うんですけど、僕がインプットするとき意識してるのは、全部を読まないということです。人間っていうのは20分で半分忘れる生き物なので、一生懸命端から端まで読んだとしても、翌日にはほとんど忘れていることが、多いと思います。なのでこの本では本の読み方だったりとか、セミナーの聞き方だったり、いろんなことに解説しているので、ぜひ最後まで見ていただければいいんじゃないかなと思います。まずは最初ですね、1章、インプットは最短最小で最大効果を狙いと、ここをしっかりと理解していくことで、2章3章4章がしっかりとね、本質的に学べるようになるので、ぜひ聞いていただければと思います。まず最初に1つ目です。無駄な努力をしてはいけないっていうことです。ビジネスの場でおいては、インプットすることが重要ではなくて、アウトプットです。アウトプットを重要視するっていうことが非常に重要です。アウトプットっていうのは何かっていうと、話す、書く、行動するですね。実際に学んでも忘れるわけなんで、仕事で成果を得るのであれば、アウトプットを前提にインプットするっていう考え方が非常に重要です。で、インプットも全てを学ぶんじゃなくて、足りないものだけインプットすると。要は例えば営業で成果を出したいっていう人がいるとしたら、営業で成果を出すための知識だけをインプットすればいいわけです。要は余分な知識を学ぶ必要っていうのは全くないので、最短最速で結果を出したいなら、本当に自分が何が足りていないか、今何が足りないかっていうのを理解して、それらをマスターするためのインプットをした方が圧倒的に力が出ます。じゃあ続いて2つ目、じゃあ何をインプットするべきか、仕事には2つあります。自分の時間を使って仕事をする方法と、他人の時間を使って仕事をする方法。具体的に例を挙げると、コンビニのレジ打ちっていった仕事は自分の仕事、自分時間の提供の対価として収入を得る方法です。テレビタレントもそうって言ってもいいんじゃないかなと思います。例えばこういった今僕が解説している YouTube っていうのは、一度動画をアップすれば、自分が時間を使わなくても何度も何度も再生されることで、多くの人に教育を提供できてきたりとか、例えば広告収入っていうものが入ります。このように世の中には、他人時間を使って稼ぐ仕事と、自分時間を使って稼ぐ仕事があります。もし本当に仕事で成果を出したいんであれば、会社員であれ、経営者であれ、人を動かすことができる。要は自分の時間っていうのは24時間っていう限られてるわけですけど、例えばですけど、何か人をね、後輩に何かを指導して、これできるようになった方がいいと、こうすべきだっていうのを教育して、しっかりとそれができるようになれば、それ10人が動く、10人に240時間っていう時間を動かすことができるんで、もし仕事でね、成果を出したい、社長になりたいだったりとか、上に出世したい方っていうのは、できるだけレバレッジにつながる勉強をするのがいいんじゃないかなと思います。例えばレジ打ちの練習にいくらインプットの時間を費やしても、結果っていうのは変わらないんで、例えばね、本を書くための勉強だったりとか、下を教育するための
本だったりとか、コンサルティングの本だったりとか、例えば社長業に関わる知識のインプットだったりとか、できるだけレバレッジが効くものを学ぶといいんじゃないかなと思います。なぜこういった話をするかっていうと、僕はその資産っていうものを非常に大事にしてます。で、資産っていうとね、現金でしょとか車っていう人いると思うんですけど、僕が大事にしてるのはこの無形資産ですね。無形資産、形のない資産、これには主に僕は意識して身につけたものとして4つあります。それが知識資産と情報資産と信用資産と人脈資産です。知識資産っていうのは何かっていうと、弁護士資格だったり公認会計資格だったり、社会的信用のある資格ですね。営業能力とかコミュニケーション能力っていうのも資産って言っていいんじゃないかなと思います。なので僕は大学生の頃に公認会計士試験に合格してます。これはやっぱ知識資産っていうのがあった方が社会的に成功しやすいっていうのを理解した上で、そういった資格を取りました。信用資産ですね。他人からの信用による資産です。今っていうのは信用の時代って言われてて、信用があればいい人脈がついたりとか、仕事を手伝ってくれたりするんで、しっかりと信用をつけるっていうことも大事です。で、また人脈ですね。実際自分にプラスになる人脈の資産っていうのを身につけることが非常に重要です。これらの4つの資産があれば、どんどん仕事に結果が出るので、インプットをしながらこれら4つの資産っていうのを身につけるのがいいんじゃないかなと思います。続いて3つ目ですね。知識と知恵は違うっていう話をします。知識っていうのはパソコンで言うとソフトウェアのようなもので、常にアップデートが必要です。一方、知恵っていうのはなくならないものです。まあ、簡単に言うと、知識情報っていうのは、筋肉ですね。筋肉で、知恵っていうのは骨です。骨はなくならないけど、筋肉っていうのは運動しなかったらどんどんちっちゃくなります。僕らはその知恵を身につけなきゃいけないです。まあ、骨を太くするってことですね。例えばですけど、コミュニケーション能力とかプレゼン能力っていうのは一回身につければ知恵となって一生使えます。でも一方で、例えばですよ、 iPhone の11の使い方っていうのがあった時に、でもどんどん新しくなってしまったら、使い方っていうのはどんどんアップデートしなきゃいけないです。どうせ学ぶんであれば、しっかりと知恵を身につける、骨を太くするっていう勉強するのがいいんじゃないかなと思います。なぜなら、その知識とか情報っていうのはアウトソーシングできるんですよね。部下に調べておいてもらうとか、Google に調べておいてもらうとかできるわけなんで、しっかりと骨を太くするというものを学ぶのがいいんじゃないかなと。要は知識とか情報っていうのはインプットは簡単で外注することもできるけど、知恵っていうのは逆に言うと身につけるには時間がかかります。身につけるには時間がかかるものをしっかりと勉強して身につけることが仕事で成果を出す方法じゃないかなと自分は考えてます。で、4つ目に年収の 10% を投資すると。インプットっていうのは自分に対する投資です。なので、インプットに必要なお金をけちれば当然リターンも小さくなります。公認会計試験、これはお金がもったいないからといって独学で勉強する人がいますが、そういったらまず合格しません。また、例えばプロのスピーカーになりたいとなって無料で勉強する人もいますけど、僕もお金を払ってこういうコミュニケーションだったり営業だったりプレゼンの方法っていうのを学んでます。じゃあ自分はインプットにどれぐらいの金額を投資すればいいのか。これが一つの分かりやすい考えが、年収の 10% を投資に回すことです。月収30万の人だったら3万円、月収が100万円の人だったら10万円。この年収の 10% を投資に回すってことは非常に重要です。で、インプットの利回りを必ず考えるようにしてください。僕らっていうのは消費するんじゃなくて投資可能で仕事をしなければいけないと思ってます。例えば1000円の営業の本を毎月5冊買ってインプットしたところ、例えば月の売上が300万円上がって毎月の給料が10万円もし増えたとします。その場合っていうのは、毎月5000円の投資で年間120万円の収入が増えたことになります。これのリターンっていうのは何パーセントかっていうのを考えてみるといいです。利回りでいうと大体 2000% ぐらいあるんじゃないかなと思います。金融機関の利回りっていうのはある程度決まってますけど、自分の利回りっていうのは自分次第なわけなんで、しっかりと自分へのインプットにお金をかけて自助努力をして、しっかりと結果を出すっていう、この自分の利回りですよね、を理解するのが非常に重要ではないかと思います。また目標が高い方は、例えば年収1000万目指す人っていうのは 10%、 100万円ぐらいは投資すべきなんじゃないかと。もし年収1億円目指す人がいれば、1000万円ぐらい、その 10% ぐらいは投資しないとなかなか達成しないんじゃないかなと思います。続いて5つ目、無料情報に意味はないと。最近っていうのは情報が溢れています。情報過多っていうふうに言われてるんで、その無料の情報に価値がないものが多かったりします。人っていうのは結果に対してお金を払うわけなんで、ライズアップ、例えば結果にコミット、要は今っていうのはその情報
にお金を払うっていうよりも情報を得て結果を出させてくれる環境の価値っていうのが今高まっていると思います。筋トレの方法っていうのはネットで調べれば出てくるけど、じゃあなぜライズアップに入るかっていうと環境ですよね。情報だけじゃなくて結果を出させてくれる環境にお金を払うんで、もしお金を払う場合はしっかりと環境を手に入れるってことが大事です。例えばコミュニティに入るだったりとか、そういうスクールに入るだったりとか、環境ですね。教育の価値っていうのはちょっと落ちてるんじゃないかなと考えてます。で、投資家思考ですね。投資家思考っていうのは自分の行動がいかに価値や利益を生むかを考えて行動する人のことです。投資家っていうのはいつもリスクとリターンを捉えて考えて行動します。1500円の本を買ったら1500円の本から何を得てどれだけの成果を得るかを考えます。ただ本を読むことはしません。この本からいくらの利益を手に入れるかっていうのを考えてインプットすることが大事です。日本人っていうのはこの投資家思考に慣れていません。日本の義務教育はまさに消費者思考だからです。しっかりと投資家思考と利益を生むと効率を考えると、しっかりとビジネス偏差値を上げるってことが大事です。受験勉強とかしてると偏差値って出てきて、社会に出ると偏差値とか気にしない人もいると思うんですけど、ビジネスで成功したいんだったらビジネスの偏差値をしっかりと上げてビジネスで成果を出すってことが非常に重要になります。で、続いてコンフォートゾーンですね。6番目、コンフォートゾーン出るってことは大事です。いい居心地のいい場所っていうのは人を成長させないです。コンフォートゾーンっていうのは何かっていうと、定時に出勤するとか、与えられたルーティンの仕事をやるとか、変わらない年数とか、ずっと同じところに住むとか、常に同じ人と飲んでるとか、心理学保有効果っていうのがあります。要は自分が置かれている環境を維持しなければいけないっていう先入観が人間にはあります。今あるものを大切にしようっていう気持ちがそういったものです。なので同じ環境にいたら成長しないってことをしっかりと理解することが大事です。じゃあ何をすればいいか。コンフォートゾーンから一歩出た状態、ラーニングゾーン、こちらに入るってことが大事です。ラーニングゾーンっていうのは何かっていうと、居心地の悪い環境です。例えばですけど、資格の勉強を始めてみる、転職をして新しい会社で働く、新しいプロジェクトを任された新しい仕事をする、副業や起業にチャレンジする、また引っ越しをする、新しい友達を作る、こういったラーニングゾーンのインプットに挑戦すると非常にいいんじゃないかなと思います。人間っていうのは居心地がいいところにいて現状維持のままだと結果が出ないんで、居心地の悪いちょっとストレスがかかるところに飛び出ることが大事です。で、続いて7つ目ですね。コスパを考えるってことです。コストパフォーマンスですね。さっきのその利回りっていうのに似てるかもしれないですけど、インプットには期限を設けるってことです。野沢翼はセンターピンっていうので3週間だっていう話をしてました。全体像を見極めると、その結果を出すためのトップの人が誰かっていうのを見極めて、何を集中すべきかっていうのを決めるっていうふうに考えたように、例えば資格を目指すってあるんだったら、僕は3日でいいと思ってたんですけど、情報収集に関しては3日間で決めて、これだけやればいいんだっていうものを明確にすると、要は期限を設けないといつまでたってもノウハウコレクターというか勉強だけで終わる傾向があるんで、しっかりと期限を決めてインプットをするってことが大事です。例えば起業したいんだったら3ヶ月でやろうとか半年でやろうとか、転職も2ヶ月で決めようとか、5日間だけはリサーチしようとか、しっかりと期限を決めることです。で、8つ目ですね。自己超越目標を持とうと。これ非常に重要です。自己超越目標って何なのかっていうのと、自分のためだけではなくて、自分以外のためっていうのを入れるってことです。広い範囲に拡大しなくても、家族を例えば海外旅行に連れて行きたいとか、友人と一緒に人生を楽しみたいとか、どんなものでもいいんで自分を超えた目標を持つってことが大事です。要はベクトルがどこに向いてるかですよね。例えば医者になりたいって人がいたとした時に、患者を治療したいから医者がいるわけなんですよ。だから患者のために医者がいるのに、ベクトルが反対になってしまうと、例えば医者のために患者がいるってことになってしまいます。例えばラーメン屋さんの店主も、お客さんのためにラーメン屋の店主がいるのに、ラーメン屋の店主のためにお客さんがいると、要はベクトルが逆になってしまうと、お客様のために美味しいラーメンを作りたいっていうものが消えちゃったりするんですよね。なのでしっかりと周りのために自分が学ぶってことが大事です。僕は周りの人を成功させるのが一番の成功法則だと思ってます。自分のことばかり考えている人っていうのは、自分の成功は成功ではなくて、誰かの成功イコール成功って考えることが大事です。自分のためだけ考えてたら一生成功しないんじゃないかなと思います。要は例えば自分の営業成績を上げたいからインプットするよりも、自分の営業成績を上げて後輩に営業のスキルだったり技術っていうのを覚えてもらって結果出してもらうために勉強してるんだっていう方が、志も高いですし結果が出やすいんじゃないかなと思います。なので
しっかりと学んだらシェアすることが大事です。例えばこの動画で学んだことをしっかりとコメント欄に書くだったり、友達にこの動画見るといいよだったりとか、こうした方がいいよっていうこのシェアです。しっかりとシェアをしていかないと、自分のためだけに聞いてるだけの人っていうのは一生結果が出ないんじゃないかなと僕は思ってます。なので自分以外の人のために学ぶようにしてください。お客様だったり、たったり家族だったり、上司だったり、友人、友達、要は日本のためだったりとか、要は自分以外の人のために回ると、外へのベクトリが向いてる人が学びで結果を出すことができます。で、続いてですね、2章以降も解説していきたいと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。